海に帰ればいいのか。よし、そうしよう。次のメール、ちょっと待って。俺、土下座って言ったよね。海に帰るなんて、あ、噛み砕くとそういうことなの。ママがそう。ジェネーム、プラハさんからいただきました。波川さん。あぐら。波川さん。はい。僕は、飴を噛み砕くタイミングがわからず、悩んでいるふりをしています。ちょっと待って。ね、悩みがさ、みんなさ、ちょっと待って。あ、これすごいね。初めてのコーナーなのに、こんなに上手にメールを送ってくる。タイミングがわからないの？そう、タイミング、飴を噛み砕くタイミングがわからず考え、悩んでいるふりをしています。うん、もう、わけわかんねえよ、これ。大きすぎると大変だし、うん、小さすぎると味気ないし、うん、ああ、なるほどね。うん、一体どのタイミングがバードゴーなのか教えてください。どのタイミングがバードゴーなのか。めっちゃ面白いね。もうメールだけど面白いね。面白い、上手。うん、確かにちょっと飴を噛み砕くその楽しさってあるじゃん。うんうんうん、ちょっと大ぶりのものをもう噛み砕いて、わあ、そのまま味を楽しんじゃおうみたいな選択肢としてないわけ。その噛まないって噛まないっていう選択肢、うん、ないわけでしょ。まずそこはそれだと思うよ。だって舐めるっていうのは飴は食べるって言わないんだから。はあ、本当だ。ね、だからこう、囚われちゃいけない、噛まなきゃいけないっていう。ただね、噛んでいいところもあるんです。大きめで、ね、噛んでいいところ。本来はその、舐めて最後までなくすっていうのが、本来、本来の教えだけども。教えですよ。代々伝わる。もし噛み砕くことをどうしてもやりたいのであれば。優しい。うん、先輩やからな。うん、大きめの時にバードゴーしましょう。でも大きすぎると大変な。それが、で悩んでんだよ。大変だけど、後に楽しみがあるんですよ。どんな？歯につくでしょ。その味をずっと楽しんでいられるっていう話以外で。以外でな。お前先読み。以外で言うならば、こう挟まったものを、コンって取った時の、コンっていうバードボーが超気持ちいいでしょ、あれ。音ですか。あれ気持ちいいね。だから、大きめの時にバードボー。なるほど。じゃあその歯にくっつく様も楽しめと。そう、すべて楽しめってことだよ、人生。なるほど。うん、飴も。その噛み砕くタイミングなんて考えてんじゃねえぞと。そうそう、自分の噛み砕きたいタイミングがある。うん、それでも大きな時に噛み砕いたんだとしたら、うん、歯にくっつく様も、それも楽しいぞと、うん。そういうことでよろしいでしょうか。うん、それでいい。文字まで聞きたい。たまには読んでみる。たまには読んでみるって。ラジオネームからお願いします。ラジオネーム、さらっと行きましょうよ、それは。もう、だって。分かりました。海月の羽井さんからです。波川さん、宮野さん、バードゴー。さて、私の悩みですが、それは漢字の度忘れです。ちょ、なんなんだよ。普段スマホや PC で文字を入力することが多く、変換機能に頼りっぱなしなので、いざ字を書くときに漢字を思い出せないことが、時々あり困っています。わかる。これ、頼っちゃうよね。また読み方を思い出せずスマホで調べることもあるのですが、普段あまり使わない言葉などは調べても忘れてしまいます。ああ、なるほど。昔はあんなに覚えていたので。なるほど。どうすればスムーズに思い出せるのでしょうか。そうだね。日本語を扱うプロの声優さんで、しかもベテラン声優の波川さんならきっとみんながハッとするようなものすごい解決方法を知っていると信じています。なるほど。試しに調べてみる。ラジオネーム海月の羽井さんから。うーん、調べてみてもいいし。何が違うの。いや、わかんないけど、だってわかんないとスマホで調べちゃったりするって、読み方がね、思い出せないでスマホで調べることもあるって、うん、だその方法ももしかしたらいいかもしんないじゃない、うん、でもそれだと言葉を結局は覚えられてない。どうすればスムーズに思い出せるか。海月、うん、の、うん、羽井。そう、羽衣と書いて羽井。羽衣と羽衣じゃねえかよ。もう言い方があるだろ、もうさらりとしすぎてるよ今の。気づかない今のだと。ごめん。じゃあもう一回、じゃあ頭からあのラジオネームを。海月の羽衣さん。クラゲね。お前。もうなんかもう痒い、もう全身が痒い。上手に調べる方法を覚えれば大丈夫ってことだから。うんうん、そうだね、うんそう。だから上手にまずはスマホを使いこなそう。ということで、このコーナーでは引き続き、あなたが悩んでいるふりをしているお悩みを、そう、お悩み相談を募集しています。以上、お悩みがあって。